こんにちは、柴田です。今日はですね、新人バンドマンの給料を軸にお話しさせていただきたいと思います。で、僕はですね、高校時代からバンドをやっていて、19歳で上京してですね、バンド活動を本格的にやり始めて、で、目黒の6名館だったり、あとカフェラサイエンスですね、ヒデミュージアムとかで活動させていただいておりました。で、バンド解散後はですね、運よくレコード会社に拾ってもらえて、まあ社員として働かせていただいておりました。なので、まあバンド側とレコード会社側両方とも経験することができて、ありがたかったなというふうに思ってるんですけれども、まあ今回ですね、そういう経験をですね踏まえた上でお話をさせていただきたいなと思います。で、軸になるお話は3つで、新人バンドマンの給料事情で、その際に及ぶ契約関係で、最後はですね、事務所に所属するメリットとデメリットみたいなお話をですね、させていただきたいなと思います。で、早速給料の話なんですけれども、まあ新人バンドはですね、まあ、非常に安いですね。駆け出しのアイドルの子たちもそうだったんですけれども、だいたい3万円ぐらいですね。まあ動員だったり、あと CD のセールスだったりとかでもちろん変動はあるんですけれども、まあ周り見たり、あと契約してる子たち見てると、まあだいたい3万円ぐらいが相場な感じでしたね。まあご多分に漏れず、自分もそんな感じだったんですけれども、僕の友達でですね、まあユニバーサルからデビューした、まあ2人組のユニットがいたんですけれども、その子らは5万もらってたんで、まあ、人数少ないと若干給料ええんやみたいな感じで思ったりもしましたね、っていうのは覚えてますね。で、どんな契約をレコード会社と結ぶかというと、一つがですね、専属実演家契約で、もう一つが専属マネジメント契約ですね。で、ざっくりですね、お話しさせていただくと、まあ実演家契約の方はですね、まあアーティスト側からすると、譲渡、楽曲を譲渡して管理してもらうっていう感じですね。で、逆にレコード会社からすると、まあ囲い込みというと、まあ言い方はちょっと悪いかもしれないですけれども、まあこの曲うち以外では出さないでねっていう風な感じの巻き方ですかね。まあ、例えば専属実演家契約を結ぶと、複製権も譲渡する形になるので、例えば自分の曲、自分で作った曲であっても、勝手に CD を焼いて手売りで販売してお金を稼ぐことはできないです。もう譲渡した先のレコード会社しか基本的には複製をしてはいけないので、 CD を作ることができないっていう感じですね。あと、例えば、どっかに所属している人が、まあ、例えばソニーとかに所属している人が、あ、いい曲だ、これ売れそうだから、じゃあ FX でも出そうっていう感じで、まあ、いろんなレコード会社でこう、いろいろ出したりっていうこともできないです。基本的には専属で一社から出しますよっていう契約になってるんで、まあ、これはですね、話すと長くなるので、また別の動画でやりたいと思います。専属マネジメント契約は固定給の提示とかがされてあります。実演家契約の方は CD の何パーセントをいただくとか、あとは配信で売れた何パーセントをいただくみたいな感じの契約、楽曲に関しての契約書類がまとまっていて、で、マネジメント契約の方はイベント出演料であったりとか、あとはテレビの出演料であったりとか、あとは通常の固定給であったりっていうところのお金関係が記されている契約書ですね。まあ吉本興業もこれを巻かなきゃいけなかったんですが、これをやってなくて、まあごたごたしてたっていう感じですよね。ちなみになんですけれども、ジャスラックは専属マネジメント契約とか専属実演家契約は全然関係ないです。まあ楽曲に関する、まあ、CD だったり、あと配信だったりするものは専属実演家契約で、レコード会社の方で管理をしてるんですけれども、それ以外の部分ですね。レコード会社が目の届かないテレビで何回流れたかとか、あとラジオでまあ何回流れたかとか、カラオケで何回歌われたかっていう、レコード会社の管理できない部分をジャスラックに任せて管理しているというような感じの会社になります。なので、基本的に巻く契約とは全然別物になりますね。
月3万円でマネジメント契約を結ぶメリットっていうのは何なのっていう感じなんですけれども、まあ3万ぐらいだったらじゃあもう別所属しないで自分でやるわっていう風な人も今はたくさんいます。もともとのメリットとしてはですね、レコード会社がレコーディング費用を持ってくれるっていう、これが一番最大のメリットだったんですよね。このレコーディング自体が今自宅でもできるぐらいになってきているので、ね、まあ根崩れが起きてますよね。まあ、ボヘミアン・ラプソディを見た方だったらわかると思うんですけれども、まあ70年代とかでしたら、レコーディング費用がめちゃめちゃかかってたんで、クイーンも車を売ってレコーディング費用に変えるというふうなことをやってましたもんね。っていうぐらいお金がかかる一大行事。まあ、その分リターンもすごくあったんですけどね。今レコーディング費用が落ちてしまって、その分 CD も売れなくなり、楽曲の印税がやっぱり減ってきてるっていうのは事実あると思います。なので、レコード会社に費用を持っていただいて、ローリスクでローリターンを求めるのか、自主でレコーディング費用を自分で原盤権を持ってハイリスクでハイリターンをもらうのかっていうのが今選べる時代だと思いますので、まあ、それも自分に合ったやり方、自分らのバンドに合ったやり方でやっていっていただきたいなと思います。まあ、正直メジャーとインディーのラインもよくわかんないぐらいの時代になってきているので、自分で道を選べる時代になったんじゃないかなっていう感じですね。まあ、なので、まあ、ぜひぜひ自分に合った道を見つけて、みんなで納得した上で進んでいっていただきたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。